プラーミー。なんだそれ。暗闇だから見られてないとかそういうのでもないもんな。全部光らせないとゴールしないとかそういうやつかな。まだギミックがよく分かってない。またこれ別ルートだから暗闇ルート行こうか。Some only that at such a polar latitude darkness will last for weeks or months. Frankly, it only feels like that due to the extreme boredom. どこ行くんだ。ここついてへんねんけど、あれ。OK。 なんか本当に真っ黒になるのかな、ステージが。うわー、なんやこれ、動かない。めちゃめちゃに見えるやん。こんなん逆算しないと無理なんじゃねえかな。これを左に送るか右に送るかみたいなのがもうもはや分岐。え？最終的に欲しいところがこの縦のライン上やから、ここかな。ここに欲しいってことはここだよね。で、そうするとここに止めると、ここに欲しいだから、ここかなってなるから、起きてこの辺になるもんな。この辺に上から来させれば勝ちな感じするか、もしくはここ、こんなところでも下から来れないから、まあ、ここなんだろうか。このライン上で来れる場所っつうとここか、ここやね。あ、ここはでも上に持って、そうか、持ってけないよがあるのか。ここなら持っていけるっちゃ持っていけるわね。そうするとここや、ここやろうか、このラインやろうか。そうするとここですわ。お、そうしますとここですわ。ここですわ。もうここ来れるやん。こう来て、こう来て。上に送って、左送って、下送って、どっちだっけ？どっちに置くんだっけ？こっち？こういうゲームばっかりやってるとこういうことがね、わかるようになります。うん。これ面白い要素になるのかな？この暗闇って。嫌がらせなのでは。壁？よくわかんねえ進み方したっぽいな。
こうやって照らした上で考えようねっていうステージなのかしら。もしくはもう光ってないところに愚直に進むことによって通ってない通路がわかるから、そっから頑張れるんじゃないですかって話かな。ゴールに行くためには今回はたくさんあるね。ぐるーっと上を回してきてここまで戻ってきたわけだよね。うん、なんかないな別に。ゴールに向かうためにここに止めようっていう場所がないな。このライン上でしょ。でここはこの辺で止められることがなさそうでしょ。ここに止まっても下げらんないし、ここに止まるにはここに止まんないといけないけど、ここに止まることはないし、でここもそうでしょ。この辺で止められることはない。でここに関してはここに止めればいいから、ここに止めるにはここか。思い止めるにはこの縦のライン上だから、ここ、あ、この辺のいずれか。この辺に止めるにはこの辺に止まってればいいので、まあ、ここかな。ああ、ここか。あ、逆、こうだ。暗闇であるメリットはあんまりないな。1と2だ。何が？たんびに減るのこれ。あららら、やってらっしゃった。もう一回ぶつけてみたいけど、まあそれはいずれどっかのステージでぶつけざるを得ない状況になるでしょう。 1,2,3,4,5,6 5回ぶつけてくださいだね。なるほど、光らせる数だこれ。ぶつかった数ではない。5回までしかぶつかってはいけない。暗闇のステージっていうのは別に関係ないな。あそこが暗くなったのって本当に意味なくて、このライトである、これライでもさ、あんまりライトって感じもしないけどね。どっちかっていうと
氷と対応するスイッチなわけじゃん。なぜライトだったんだろう、わからん。でこのステージは全部解除しないとダメなんだけど、解除するルートが、毎ターン変わるよねというとんでもねえステージです。1回ぶつかるたんびにどんどん通路が変わる。そんなのわかるわけないじゃんの典型のやつ。ダブルネイチャーズグロースティック。One type of native mineral is characterized by two chemicals trapped in its pores, which luminesce when mixed. Unfortunately, just as inedible as the real thing. Inedible ってなんだっけ？食用可能とかそういうやつだっけ？最後のここに行きたいな。ちょっと回って。これとオセルブロックが組み合わさったらめちゃめちゃやばい感じですね。1と4。まず1回送ってこっちのブロックは崩れるわけだから、そうだよね、もともとそのブロックを押せるんだったね。そうだったね、そうだったわ、やば。足場にするから4回ぶつかると足場が消えて終わっちまうけど、モンスターが入ればいいんだからっていうことをおっしゃってますね。これ足場をどこに作るかとかはちょっと分かんない世界なんで、まあ送るじゃん、とりあえず。通常ステージでそこまで考えないでしょ多分。ねえ、動かせるけどな、動かせるけどな、これ。あ、ここにいたら沈むのか、なるほどね。どうしますかと。別のブロックにするしかなかったんじゃない？どういうこと？どういうことだ？この壁があるから これこの柱を一番上のラインで作ったら、この状態から下に呼び戻せるわけね。そうすればぐるっと回して、ここの壁をうまく使ってこの上にジャグリングできるかってことね。橋を作る場所重要でしたわ。このゲーム舐めたらあかんぞ。誰、通常ステージだから簡単とか言ったの？そんなわけないじゃん。ホーリーステージのチュートリアル見たか？そこにいてもらって、戻ってきて、あぶ、こうですかね。ウェルダン。あそこも氷ブロックでよかった。あそこもあれだね、ライトブロックでよかったね。最後に橋が沈むっていう演出にしてもよかった。わあ、そうか。最初だけ通れる橋っていう概念が出るわけな。いや、そっかそっか。パズルによくある、一回通ると崩れる橋みたいなのを擬似的に再現できるんだ、これ。やばいね。コンスタントハンドリングス、オブアイスパーゼス、アリアルリスクオブロストバイト、イブモアプペデペリペリロスイスティコンビネーションオブアンステイブルグラウンドサブゼロウォーター、サブゼロウォーターってなんだ。アラプスインコンセントレーション、サブゼロウォーターってどういう意味だ。ゼロ度の水ってことかな。
ゴール前に持っていくともうライトにぶつかることになるだろうから、うん、あのモンスターの右側にで左に送ることで1回沈むから、あのモンスターの右側に沈めるブロックは2 で帰り道に俺が使わないといけないブロックも2なん だ右上の島から最短経路で左側に2個の橋だけ使って通んないといけないんで頑張ろうね。まあ、それが見えたらそれをするだけではあるが、こういうことや。ん？これ、あ、必要必要。これいる？ん？ちょっと待って、これいる？これでいい気がする。ん？なんか普通に使わないブロックっていうの出てきたな。あるんだ、このゲームでそういうの。ワン、ツー、スリー。まあようわからんね。まあようわからんので、どっちかのルートにこれを持ってって上行って、あの子があそこでぶつかるんで下行くでしょ。ああ、この木を下に運んだ方がよかったのか。かも。運べるかも。いや、運べるけど。あの子が下に来ると、この。何がしたいんかわからん。232を全部外したいってこと？下に行って、あー、そっか、ここが1だとやばかったのか。そう、ん？これ下に行くじゃん。で、1消えるじゃん。あれをどうやって拾いますかってなって。こっち側に足場を作るんだけど。あれ？これ232で行けんのかな？この3を残さないといけない理由は？これでもいける気がするんだけど。ああ、いけるよな。ただ、あの文章読んでない。アイスバーグスモーラーザン、あ、メトル。インフレンスアーノンアズグローラーズ、1メートル以下のアイスバーグをグローラーと呼ぶ。かわいい。このステージなんか今の多分想定外じゃない動き方したっぽいよな。324321、なんていうんだっけ、ローマ数字だっけ。ローマ数字じゃなくてドットが4つとかにした方が言語関係なく遊べるゲームにはなったような気はするけど、まあそこは別にいいや。そういうゲーム狙ってるわけでもないだろうし、だってレポ書かれてるレポートが英語だもんね。2を削らないといけないから、先に上のライトに当てに行けっていう動作が発生する。下のライトも当て、上のライト当てて、そのまま下のライト当てに行って上に戻ってクリアって感じかな。だからここのライン上にモンスター止めて右側に押し込んで、でこの辺にブロック埋めないといけないから、ここにブロック埋めないといけないから、上から下に送ると大変か。下から上に行ってもどうせあの氷の荷が消えてないわけだから。あ、違う、ここの真上か、この真上に氷を置くだけでいいんだ。だからそれは簡単で、
2以上の氷がここにあればよくて、そうそう、こえっていうか2しかダメだ。ここに2を置いて、ちょっと2発食らって、この氷が、氷が溶けないとダメだから、ここには2が欲しいっす。で、上のライン、そもそもの話、こことここに氷を置ければいいから、上は1でいくて、まあ、上なんでもいいや、下は2じゃないとダメ、そういう場所があればいい。贅沢に使いすぎてないかあ、上1じゃないとダメだ。上1で下が 2？ これを選択させるステージだったんだ。なるほどね、分かってみれば面白かったね。ここ結構なんか左側の選び方は雑に選んでもいけるので、一番下にある石と2を選ぼうとすると詰むのかな。そうかな、そうかな、そうかも。なんだか分かんないが、1234567、8は絶対消えなくて、モンスターをどうやって反射させるかがマジで分かんないけど、上のブロックが取れるわけでもない。あー、これあれか、1回反射するごとに1個ブロックを獲得してみたいな。はあ、上がるわけないだろ、んなもん。やるしかねえよ。これでこれが取れて、次に照らしたい場所にこれを置いてね。4択じゃねえか。あー、でもあれか、次ここが削れちゃうから、ここにぶつかったところでどうせ次に行ける場所がねえよって感じ。いや、知らんけど。じゃあここかな。こうするとこれが取れ、あ、取れるけど、取れるけど、わかんない、なんかもうこれしくってる感あるけど、どうですか。これ照らさなかったのがなんかもうやばい気はするけど、いや知らんけどね。最終的に何、最終的になんか3つ、氷3つ残さないといけないらしいよ、毎ターン消えるのにね、氷。あ、でも最後の778は右側に落とすことができるから、それでいいんだ。6回以内でモンスターが右端のあのブロックに叩きつけられれば成功なんだ。逆に、1,2,3,4,5,6? うん、右端が6だから、全部光らせろが課題だったわけよ。もう無理じゃねえ、じゃあ。じゃあもう無理なんじゃないのか。いや、ここで戻し、いやダメか、その後が、いや、あるか。頑張れ。このままこれが、こうなったら、右の島に送って、で、こうして終わり。できはしたけど。できはしたけど。よく一発いったな、今の。2244。4回当てるだから全部最後は当てるだけど、
最初の2回照らす場所によってここの通路が破綻するのでどうしようねーってやつだ。一番最後にここに来たいような気はするが、そうかな、最後までブロックは1個残ってるわけよ。この4が残ってるのね。最初にできることもそんなにないね。最初に行けるのはこの子を真ん中でぐるぐる回せるから最初にどこに行けるか選べるわな。ただ上に行ったらそれっきりで、上に行く場合はなんか事前に帰ってこれる準備をしない、いやで帰ってこれる24がなくなればいいんだ。上に行く場合はね、そしたら左に叩いて戻ってこれるから、右側は4を沈めないとダメなわけよ。右側叩いた後は4を沈めるやつだから、4を沈めるルートは2が残ってないとデッキ、いやん沈める、まあ、俺どういうことを考えたんだ。4を、あ、4をここに持ってくのか。それを、うん、わかんない、やってみよう。頭の中で考えてもできないこれ。2を消さないとダメで、それが終わったらあの4を こうやって運んできて上と、あ、ダメだこれは、叩く順番が違うやつだ。先に右側に行ってもらいまして、4を終わらせて、でこっから上を叩きに行けば勝ちとすると、右下で2番の道を通さないといけなかったっていう理由が僕はつかめなかったな。そこの2番の道が消えることによるトラップを味わっていない。The speed at which ice react to newly glowing rocks. Newly glowing rocks. 新しく生まれる岩 suggests that the cause of the melting is thermal radiation. 熱放射によって溶けていく。Rather than conduction through air or water, visitors are encouraged to wear sunscreen even at night.まあまあ溶けますって言ってますね溶けますって言ってます。これはもうパズルよ、これはもうパズルゲームなんよ。次行きたいところとは、次行きたいところはもうこれでいいのか。ここってさ、自分が常にもう隣接してる場合って移動してないから光らないよね、多分ね。こうなって、このステージは最終的に5が1個だけ残るから、なんかすげえいいところに5を配置してくれればクリアじゃんっていう話かな。一応ここ選択肢ではある。その3を押し込むか5を押し込むかみたいな。この方がいいんですね。どうせ3消えるし、あそこに持ってくんだから、3はもう使い捨てにしてよかったから、とこれ5を入れ替えようかな。3は使い捨てなんで壁際でよくて、5はまだ残したい気持ちがある。
こんな感じで。音が気持ちがいい。そんで、ここまで切ったら、最後真ん中を、4を行くわけだけど、このモンスターを動かしちゃった時によくわかんなくなる。よくわかんなくなるけど、まあ、真ん中行ければいいんでしょ。これでここに行けるかなと。行くのはできるね。ただ最後の5を決められるかというとよくわかんない。決められますかこれ。とりあえず動かしてみるか。とりあえず動かしてみて、いけそうだな。よかった。よかったよかった。普通にあれじゃん。普通に箱1個のパズルになったね最後ね。そこまでは本当に順次削れるものをうまく使おうねで。よかったね。なんか今回のステージ難しくなりそうな気配はあったものの、比較的サクッといけて楽しかったね。もう、この数字氷のポテンシャルってもうちょっとありそうな気はするんだけどね。まああんまり思いつかないや。結構いろんなバリエーションがあったので、それに特化した難しいステージっていうのがまだ出てこない印象はありますね。まあどうせこの後他のブロック合わせてミックスアップしていくだろうから、そこでどれぐらいこいつが暴れるかって感じだよね。ではお疲れ様でした。